はい、はい、こんばんは。こんばんは。白白いな、私服も白いし髪白いし色ない、はい、ということで始まりました、はい、ニコプロ何も考えない。プロレスリングウェーブの水田美涼です。そしてはい、プロレスリングウェーブの大畑美咲です。よろしくお願いします。今日はなんか、うん、秋だったね。ね、涼しかったね。うん、なんかタンクトップで来たけど寒かったから袖があるやつに着替えちゃいましたね。でもさ、あんまり変わんなくない？え、そうタンクトップ着てて、なんか長袖の上着を持ってくるとかならわかるけど、うん、なんでタンクトップ寒いだろうっつって半袖持ってきたのかが私は理解できない。逆に汗かくと思ってこう早い時間から外出てたから、うん、そういう場合はだいたいなんか着替えを持ってく、うん、こっちどうでもいいよ帽子の角度持ってくんだけど、うん、でいう感覚で着替えの感覚で持ってきたんだけど、はいはいはい、寒かった。ね、夜もっと寒いよきっともう夜だけどね、うん、はい、ということで、いよいよあさってになりました、はい、8月19日の後楽園大会、うん、皆様どうでしょう、アニバーサリオお昼の11時45分からなんですけど、はい、来てくれますかね。来てくれるといいね。ちなみにあれなんだよね、当日券が1000円アップなんですよ。ね、1000円って結構すごい。そう、ポートレートとかね、うん、ツーショットとか買えちゃうからね。うん、私あとお酒とおつまみとかも買えちゃうから、うん、すごいよね。だから前売りでね。そうそう、ありがとうございます、ありがとうございます。事前にご予約いただいた方がまだね、明日の多分7時だっけ、いつも事務所の締め切り、うん、明日の7時ぐらい、夜7時ぐらいまでだったら受け付けてますし、選手のメールとかでも受け付けてるので、はい、だという方はぜひ。でもカードも言っちゃいます。はい先ほど出てたんですけども、対戦カードが、レジーナ D ウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合30分一本勝負、王者いろはたくみ VS アスカ挑戦者、はい、デュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分一本勝負、王者組宮崎ゆき野崎なぎさ VS 大岡由美桃野美代挑戦者組、はい、メモリアルウェーブ、大畑美咲引退ロード15分一本勝負、大畑美咲 VS 水波亮、はい、メンズウェーブ15分一本勝負、後藤圭介 VS 新井健一郎、はい、ヤングウェーブ15分一本勝負、長浜博恵高瀬美雪 VS 青木樹新藤美琴、あ、この間デビュー、マーベラスでデビューした子ね。デビューしたってほやほやだよね。ね、8月8日はいはいはい、はい、デビューだからね。11日ですよデビュー、うん、ね、そしてパワーウェーブ15分一本勝負、山下里奈 VS 柊木くるみ、はい、マジカルウェーブ20分一本勝負、フェアリー日本橋&チェリー VS 旧姓広田さくら有田姫香、はい、以上、はい、7試合。これが試合順ではないのでね、はい、はい、見どころどうでしょう。もうここのシングルはもちろんですけども、私ね、山下対くるみとか、うん、いいなって思う。うん、私もくるみとシングルしてみたいなと思って。え、したことないんだっけ？シングルはないね。へえ。ほら、つくしくるみとのタッグとかはさ、何回かあったけど、うん、え、多分ないと思う、うん、し、あとそうね、アスカ対イロハですよ。そうだね。イロハはだって2冠になったんだよねなんか。そうね、今マーベラスに来てる外国人の、うん、ナイラローズから取ったの？え、ナイラローズがなんかベルト持ってて、うん、そのタイトルマッチをやったんだよね。そう、なんかやってた。で、まあとにかくシングルの2冠チャンピオンだっていう、うん、レジーナと合わせて。そう、まあでもイロハも負けられないけどさ、流出中再生ってしまった私が言うのもなんだけどさ、うん、やっぱ取り返してほしいよね、ウェーブの選手に。うん、今までさ、まあ、他団体の選手とタイトルマッチっていうのは
あったけど、うん、鼻詰まってますね。鼻詰まってないけど鼻声なんです。私が中島とやったりとかはあってさ、盛り上がりはしたじゃん、うん、でもあの他団体の選手がベルト持ってて、そこにウェブの選手が挑戦っていうのが、そういう状況が今までなかったじゃん。だからとても盛り上がると思います。うん、やっぱ進藤美琴は気になるね。ね、私もデビュー戦見た？いや、見てないけど、ね、見てないからこそ気になる。でもなんか写真は見た、うん、見るじゃない、うん、だから足がなんか太くて本当にガッチリ練習してんだろうなっていう、なんか昔の戦場の人たちみたいな体型してるなと思った。あ、小さっ小幸子とかの小さくてギュッてしてる感じは思ったね。うん、あとはね、まあ、あとタックこのボスとマミあのオーカー&モモのもう何回目かの挑戦で2回目あの札幌でなんか挑戦、今負け舌だったね。札幌でね、札幌で挑戦したよね。してたね。そうそうそう、そうだ。だからタイトルマッチが2個あんだね。そうね、シングルとシングル。はい、まああと私の引退ロードですよ。はい、まあ、引退ロードここから始まりますとは言ってるんですけども、私的に毎試合はやりたくなくて、本当に要所要所でいいなと思ってるので、なので次の引退ロードいつだって言われたら分かんないんでね、うん、あ、ちょうどその引退の、はい、尾形の引退の話が出たんで、はいはい、この8月19日からですね、まあ、11月の18の後楽園大会と、12月29日の、尾形の引退とともにウェーブの、はい、休業前ラスト興行っていうのかな、うん、そのチケットが、先行発売というの、はい、になります。で、10時45分から、はい、当日の8月19日の10時45分から11月と12月のチケットの先行販売を私がいたします。はい、はい、だからまあ会場時間が11時なんで、はい、まあ、会場よりもちょっと15分早めにそのチケットのやつは始まるんで、はいはいまはい、ちなみに席種が、うん、11月18日は、まあ、いつも通りほぼいつも通りなんですけど、 SRS が8000円、スーパーシートが6000円、はい、RS が5000円、はい、指定 A が4000円、はい、指定 B が3000円、レディースシートが3000円、こちらも当日1000円アップとなる。そして12月29日の、私の引退&休業前興行の、はいはい、チケットが、うん、大畑岬シートゴールド、うん、こちらがフォトブック T シャツ非売品付きとなっております、うん、が15000円、はい、大畑岬シートシルバーが1万円で、はい、T シャツ非売品付き、はい、大畑岬シートブロンズが8000円で T シャツ付き、はい、でその他が SSRS が1万円、最前列ですね、はいはい、SRS が7000円、はい、スーパーシートが6000円、はい、RS が5000円で、それ以外が指定席で3000円となっております、はい、指定 AB とかないってことですね。そうね、うん、でレディースシートも3000円、こちらも当日1000円アップとなっております。ねえ、1000円アップ、1000円は大きいですからね。最初も言いましたけど大きい。で11時から11時のちゃんとした会場って言ったらですけど、会場してからは飯田美香さん、あ、そうだね、の、はい、引退 DVD の先行発売が、はい、発売&サイン会が行われますので、はいはい、ね、飯田も裏方として残ってるわけじゃないので、この機会を逃したらいつ、あ、そうだね、出ない可能性もあるので、サインはこの時にもらってほしいなと。はい、金ですね、うん、あ、そっかそっかその年内最終というか休業前の10月29日の興行のタイトルが、はい、とても長いんですけども、
プロレスリングウェーブカッコフェーズ1ファイナルカッコ閉じニョロニョロキックアウトニョロニョロとカッコ大畑美咲引退ニョロニョロビューティフリーブルームニョロニョロカッコ閉じまでがタイトルです、はい、よくねこのねキックアウトをねノックアウトってちょっと思っちゃう人が多いみたいで、ね、似てるね。あのキックアウトってこうフォールのフォールをね乗られてワンツーでこうバンって返すキックアウトって言ったり、はい、キックアップって言ったりいろいろあるけど、うん、そういう意味を込めてキックアウトなんで、はい、まだ終わらないよって3カウント入ったわけじゃないよっていうノックアウトだとね完全にやられちゃってる方なんで、ね、あのそういう意味じゃないよっていうとフェーズ1っていうのが何だったっけな1段階の第1段階が終わるってことらしいですけどよくわからない。なんかレスターウォーズ的なのから撮ったそうだねらしいです。まあ、なんていうんだろうね第、まあ、第1章が終わるみたいな感じ。そうそう、だからまあどっちにしてもそのよくこれ休業を発表してから結構マイナスに捉えられちゃうことが多いんですけど、うん、ウェーブは、まあ、新たなスタートという意味で決してマイナスなものではなくて、その準備をするための休業時間だお休みの時間だって思ってもらえればでさらにパワーアップして、復活して戻ってきますよ。その最後の興行が12月19日にありますと。ね、力を蓄えるためにそうですね。あのほら RPG とかさやっててもさ宿屋に泊まってさ、うん、寝ないとさ HP 回復しないじゃん、うん、そういうことでしょ。うんえなんか変なこと言ったあとそのまあ大畑の引退もありますし12月29日までで今のウェーブのメンバー、うん、今のウェーブとかザブンのメンバーフェアリーちゃんも対談しちゃうし、ね、そうね8月にねっていうのもあるのでなるべくなんか今というものは今というもので皆さんに本当に一人でも多くの方に見に来ていただければなと思います。はい、と新人と募集をやってます。あのそう4月からのねはいはい、新体制でそういかないとまずいですよ。はい、はい、これはまずいっすよ、うん、なんだっけな4月からの新人を募集新人というか、まあ、4月からまあ新体制で、うん、大岡さんが社長になるんだよね、うん、っていうね、まあ、新しい体制で、そこで、デビューする新人のレスラーとかレフリーとかスタッフとかですね、はい、本当に人材を随時募集してますので、はい、もう本当にちょっとでも興味あったりいやでも無理だろうなとかいや私こんなんだしこんなんだしみたいな、うん、とかとにかく思う前にまずは履歴書なり送ってみてもらえたらいいなと思いますし、やってみないと向いてるかどうかなんて分かんないからね、うん。あと必ず自分の持論ですけどプロレスって必ず自分の長所というか短所が長所になったりもするし自分の良さというものは見つけることもできてそれがリングの上で出せることができる職業だと思っているんで誰にでも頑張れば諦めなければ誰にでもチャンスはあると思うんであの体力に不安だとか運動神経悪いからとか個性ないしとかそういうものは全く気にしなくてよくて好きだったりちょっとでも気になっているんであればぜひ履歴書をね送ってきていただければと思います。運動神経とプロレス神経は違うからね。なんか本当にいや11年とか12年とかやってて、うん、本当になんかあこれがこんなことが活かせるのみたいなのがパントマイムとか、まあ、パントマイムは別に昔からできたわけじゃないけど、うん、今も別にできてないからとかさ、うん、なんか宇宙人にさらわれたとかがこんな場所で
こういう場所でまさか喋る機会があるとは思わない。ネタになるので、ね、皆さんに披露するとは。でもまさか、本当にまさかっていうのが生きる場だなと思うからね。生きてるかどうか思うけどね。で、あとそう、8月19日のチケットなんですけども、最前列、はい、SSRS 席とレディースシートは完売しておりますので。うわね、あと、RS ももういい席ほぼないよね。そうだね。あそこら辺でしょ。うん。本当に、あと、アニバーサリオって言って、ウェーブの10周年でもあるので、はいはい、アニバーサリオね。みんなでアニバーサリましょう。気に入ってるアニバーサリオ名前、うん、なので8月19日は後楽園にぜひぜひ集合していただければと、はい、思います。はい、あとはいいとことないかな、まあ、あと試合、ここのね、うちらの試合とかあれについては後ほど、はい、あの試合このあと7月31日の新規場大会のヤンゴーの試合がの解説があって、でそれ終わってからね、またいろいろ、8月19日は大津行くとか書かなくていいですよ別に。行ってらっしゃい。はい、お話できればなと思います。はい、じゃあ行きますか。はい、夏フェスタ2018ヤンゴー王夏の甲子園王王の模様をご覧ください。どうぞどうぞ。もう試合から始まるのかな、これ入場式、あ、入場式、入場式始まりましたね。これどんな音楽だったっけ。え、いつものあれじゃないの、あれカニタ違うヤングマンだよ。あ、そうだそう、甲子園、甲子園の曲、あ、違う違う違う、甲子園の曲。そうそう、ヤング甲子、え、ヤング、あ、夏の甲子園王王だから、あ、そうだそうだ、だからね、こんな感じなんだね。そう、ほら、この手拍子のテンポヤングマンっぽくない。あ、そうだね。これが誰、ジュニア、タン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 、どうしたどうしたどうした、怖い怖い怖い、高瀬、門倉、最後に長浜。以上、本日の出場選手は全16名でございます。名前言うときだ。それでは、大会に先立ちまして、旧姓、広田さくら選手より大会開始サイレンでございます。お、出ましたね、あっちで飽きた。このためだけにね、すごい来てたからね。首の筋すごかったよ、ね、試合ないからね、本当に。このためだけに赤ちゃん連れてきてね。みんな甲子園とか興味あんのかな。それでは、本日ヤング王初出場の笹村あやめ選手、マリマンジ選手、関口翔選手、ジュニア選手による大会開始宣言です。私これ見てない、なんでだろう、いたの。それでは皆さん、せーのでお願いいたします。せーの、ヤング、いきなりせーのでって言われても分かんないよね。選手会場、はいはい、何これ、ニコ広告、若い女の子もいるようだって。え、広告をやってくれたってことでしょ。え、な、何広告って、お客さんが広告をしてくれる、したらなんか広告出るんだって。
どういうこと？広告してくれるって宣伝してくれたみたいな。へえー。ジェンマさん。ヤングニューフェイスオーシングルマッチ10分一本勝負、山下リナパス笹村綾部。何それ結構パタ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 ってヘリコプターみたいな音。嘘を聞いてなかった。私、いやでも下野に似てるなと思ったよ。あ、下野。私じゃあ、まあ動きはやっぱり中川さんっぽいなと思った。そして山下ですね。ありがとう、今ありがとうっつって、ほらありがとうって言った。ありがとうっつって今あの演歌歌手が歌い終わった時、朝ありがとう。何ということで、ヤングニューフェイス OO10 分一本勝負、山下里奈 VS 笹村あやめの始まりです、うんうん、そうね、この時がこういう時が結構初めてね、出るんですね。いやもうね、いやもう会いましたしね、笹村さん、紫対紫、はい、大畑さん、笹村さんと試合しました。紫対紫、ね、うん、見た目が誰かに似てるけど、あ、そう、フォルム、顔、顔の感じ、お、私もなんか誰かに似てるか、皆さん誰に、絶対見たことあると思うんだよね。あ、どうぞ。お、すごい、ありがとうございます。まあ、さあ、ママさん、これ、新しい機能なの、この広告って。え、前からある、2、3回、うちらが出て何回か前からあるよ。あ、そうなんだ、うん、なんかさ、男子の団体にあるってすごいよね、うん、怖そうじゃん、うん、みその、うん、私も昔みそのに似てるって言われてた時あるから、じゃあ系統似てんの、うん、きっかけはね、人それぞれだから、うん、でもさ、こうやってさ、男子の団体に所属してる女子さ、うん、まあ、しっかりしてるとかすごいいいとかさ、うん、なるじゃん、うん、でもさ、女子の団体に所属してる男子ってさ、うん、バカにされがちじゃん、うん、音音じゃん、それ。まあね、それは本人も悪いけどさ、なんかそうやってさ、ちょっとでもそういう節あんじゃん、節、男女差別みたいなさ、一生懸命生きてんのにさ。あ、でも笹村いい選手ですよ、基礎がしっかりしてるなと思う。なんか柔道とかやってたんだっけ。やってたんだ、やってそうだよ ね、この感じ、そうそうそう、髪の毛にリボンついてんじゃん、うん、どうやってんだろうね、どうか見てる、うんうん、私この間も昨日か、昨日シードリング出てたじゃん、うん、その時もなんか髪の毛おしゃれにアレンジしてた、うん、おしゃれさ、ね、はい、やっぱ柔道やってた、そうね、私があったりとかないですけど、私ばっかりじゃん、ね、見ちゃった、こっちじゃないし、向こう見ちゃった、いまだにどっち見たらいいか、あっちだって何のために、じゃああっちの画面いつ見るのって話じゃん。いい腕してんね、うん、足で
太ってるだけじゃなくてちゃんと鍛えてる体してるよね。お客さんじゃないんだからさ、解説してくれる？解説。ちっちゃいね。ね。大和田さんと一緒で詰まってる感がある。詰まってますね、私もね。足腰がしっかりしてそうです。しっかりしてるっしょ、柔道やってから、1日に数回のくしゃみだ。知らない知らないし、とりあえず止まったな。出ました、ライオンみたいな髪の毛、すごい金、なんか乱れ具合がでしょ、ね、そうそうそう、振り乱し具合が、ね、あ、じゃあ2人とも柔道やってるってことか。そっか、山下もやった、うん、でもさ、柔道と体重別なんでしょ、うん、この体格同士で戦うことはない。あ、まあ、それがね、同じ状態なんですよ。心にしよう。何が？あの、柔道のあれだったんだね。あげろ、あげろ。ないっしょ。いやあ。でも、これさ、なんか履いてんの、ささんが。色白なの。色白。おお。てか山下が黒くない？あ、そっか。そういうことか。テンポが早い、うん、あー、そうね、だいたい男子相手だから丸め込みに狙うんだよね。おお、すごい、中島に憧れて入ったらしいですか。あ、そっか、だから今の技なのかな。そうそう、多分。そうなんだ。あ、水入ってしまった。6分49秒固いラリアットからの固い首固めで山下里奈選手の勝利です。 QTSP って何？ QT スペシャルです。あ、もう QT って言った時点でこれ出てんじゃん。QTSP、 はい、まあ、そう、なんだろう、まあ山下の貫禄勝ちが一発勝ちだけど、うん、おーい、あ、張ったね。いいね。気が強いのもいいよね。私もなんかね、手出したら弾かれたよ、試合後に。何が？シングルやって。誰に？笹村。あー。山下そんなんできないって、気が弱いから。すぐ手握っちゃうじゃん、山下。あ、なかなか面白い選手が、はい、いるなって。続きまして、メンズウェーブ15分一本勝負、はい、後藤圭介 VS 武田浩樹、ああ、浩樹、はい、本名なのかな、ねえ、でも間違ったね、多分ね。そうです。男子だと青赤が多分逆なんだ。じゃあ逆ではないけど、こうなんだよ、本部席側に。あ、そうなんだ。
赤があってこっちに青とか多分。山下昔消しゴム食ってたらしい。そんなことないでしょ。食べてたんじゃない。そんなことないでしょ。どこのどこのトリプルシックスやなくて、ちょっとわかんない。こっちの書いてない。自信がない。調べて調べて。自信がない。すごい体だよね。後藤の肉好きって誰かに似てる。あ、トリプルシックスですよ。あ、ありがとうございます。すいません。後藤も荒研さんとシングル決まってるから ね。8月の中継。いつ以来だっけ。いつだったっけ。もう前も後楽園ホールとかじゃなかった。そうそうそう、去年とかでしょ。うん、おっぱいあげてるみたいなね。勝ってほしいよね。なんかちょっと結構言われてたじゃん。休業前に何かしらちょっと結果を残してほしいよね。おっぱいでもならない。おっぱい揺れるな。でも腕も太くなったと思わないかな。うん、私は腕太くなったなと思った。もっとなんかその体でその腕っていうぐらい細かったじゃん。鍛えてない時って思わなかった。いや、あんまり覚えてない。そうそう、なんかさ、そっか、男子って全員上半身とか。隠したら隠すほどでも太くなっちゃう。なんかって聞くよね。しちゃいけないみたいな気。どこで？誰か言ってたけど。誰が言ってたの？わあ。ターザンみたいな。あ、書いてあったわ。すごそうやったね。そう、後藤の。そうね。練習してた時もそうじゃん。なんか言っちゃう。勝ってほしいね。分かってんのかね、武田さん。そうじゃないの。同じぐらい。勝手になんかあんまり前もやったよね。やったやった、勝っている。何だっけ、カトリ君の
イーグルプロレスとか。うーい。えい。あのくらいの面積のパンツをボトム履いた方がいい。でそれが似合う体型になってくるとちょっと深いじゃん、股上。だとお尻も綺麗に見えないし。おお。お尻が綺麗な後藤ってなんか綺麗なジャイアンみたいなことなので。ほんとさ、後藤ってさ、うん、モテを諦めてるじゃん。何モテって。モテることを。ああ、諦めてるかわかんないじゃん。後藤って頑張ってるかもしんないじゃん。じゃあなんかもっと人気出たいとかモテたいと思ったら、それこそ見た目に気を使うはずなの。そういう、だから人目を意識すればいいのになって。わかんないじゃん。でも男臭さを売りにしたいかもしれない。それならもうちょっとなんかさ、こういう感じでもっとさ、体毛をじゃまじゃにするとかさ、それはちょっと、それはなんかマナーがちょっとあれなんだよかわいい。だからそこはほら、ちょっときれいに してるんじゃない。なんかね、剃ってんのかな。ねえ、あー危ない危ない危ない。スープレックスホールドで武田浩二選手の勝利となります。はい、ブリッジ綺麗でしたね、最後ね。うん、男子の中では綺麗な方でしょうね。あ、終わっちゃう。あ、え、あ、そっかそっか、もう終わっちゃうんだ。どうしたどうした。そう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 、え、無料視聴。うん、3試合目からは有料になります、はい、ちなみに3試合目が、フェアリー日本橋、藤ヶ崎矢子対有田姫香、マリマンジ、第4試合が飛鳥対小林加穂、第5試合が長浜博恵、門倉凛、高瀬美幸 VS 桃野美桜、関口×ジュリアとなっているので、未入会の方はぜひ、見たい方は加入してください。はい、じゃあ、じゃあだってじゃあ無料の、これ入場終わってからよ。あ、そっか、入場まもなく無料の、これはマリマンジですね、無料視聴が終わります。この大きい方が有田姫香です。はい、なんかほんと大きいよね。大きい。で、次が次出てくるのが、いやいやいや、お願い。あ、それか、あれ、そうじゃないよ、スターウォーズの曲か。そうだよ、フェアリーちゃんと藤ヶ崎矢子選手です。はい、というわけで、はい、無料の方はそろそろこちらでお別れとなります。はい、8月19日、はい、後楽園ホール大会、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、お待ちします。ではさよなら。うん。
なら、ああってなってたけど声が弱いちょっと音は化けるようだってそう言ってくれる人がいるうちに化けてほしいね、うんうん、あ、マリマンジもう初めてもう初めてだねそうね初めてってよね確かねヤングスペースファンタジック OO ですはいフェアリーちゃんがフェアリーちゃんが炸裂するフェアリーちゃんに炸裂さあどんな感じなんだろうあ、落としたじゃあなんで出てきたんだろうね。さっき自分でさやこちゃん引っ込めてさ出るって言ったんだね。うん。何のために出てきたんだろうね。なんかね。すごい強引にチェンジしてる。ね。でフェアリーちゃんもやってるねえ、やらせようとしたくせにいや3対1だ、3対1当たりがきついあ、そうなるわな、そうなるわこの2人はね、ピュアジェー少女風ですからねそうなの同じ団体の先輩ですねのヤングがフェアリーちゃんと対戦ってちょっとあれだよねなかなかびっくりするだろう水上さんとフェアリーちゃんはどっちが先輩人生の先輩はフェアリーちゃんのもんだって1万何年生きてるからねどう考えても2人とも青なんだね。ああ、そうなんだ。でも色は違うんじゃない？濃い青と水色の青と。昔は水色少なかったのに最近増えてきたんだよね。あ、そうなんだ。そう。水色少なかったから私水色にしたの。あ、そうなんだ。好きだったのもあるし。へえ。かぶりたくないから。じゃあ引退前になんか。いきなり色変えたら、なんかさ栗原さんがさ引退前にいろんな色着てたじゃんあうんそれでさ一回さ白を着た時にさ、うん、当時かなさんねまだかなさん、うん、かなさんがすごいかわいい天使みたい栗原さんの白をね天使なんだすごいベタ褒めだったんですそれがちょっとね天使の印象に残ってそうそうで栗原さんは引退前に1ヶ月ごとぐらいに色変えてたんだよねあデザインは一緒ででもそうだね1ヶ月ごとに変えるにしてはもう遅すぎたねあまそうなんだったらもう次のコーシュできるの9月かと思ったらもう10月以降になりそうだあ、そうなんだそうで、何かかなちなみに私10月にコーシュ変えたらそのまま引退まで同じ場所になるあ、そう、うんそう、最近青系のコスチューム多いっすよ多いんですよ、どうした主張してるなうーん何を分かってたんだろうもう着たい。ちょっと誰かも着たいなと思ったんだけど。
ちなみにではでも、ツッカのとかも普通に来てみたい。あ、ちょうどこの辺だ。あ、いや。教えたんだ。あ、教えた。帽子付きのコスチュームだったじゃん。あー、ついてたね、そういえば。そう、ヤコちゃんも帽子ついてた。あ、ついてるね、そういえば。試合中にカポッとならないのかなって。フードみたいな。すごい不思議。私、踏んじゃいそう。だからさっきの QTSP みたいなさ、なんかその略かなとか思って。ああ、そういうことだ。何の略？マジポイント。なんだよ、マジポイント。わーわーわーい、わーい、いやー、一
倒れちゃう。山下のプレーはいいってあったけど。体柔らかいんだ。よくね。黒い子はアクトレスガールズです。有田姫子ですね。ジャンボっていうあだ名の。まあでもね。ジャンボだよね。うわー。無理でしょう、フェアリーちゃん。いけんのか、いけんのかな。無理でしょう。助けるんじゃん。まあ、助けるよ。うわーい。唐揚げ好きそうだけど。誰が？有田。片膝なのに高かった。唐揚げ好きそうじゃん。そうかな。スルースキルズ。あ、スルースキルズは全日応援大使なんだね。知らなかった。きた。ああ痛いやつだこれ。絶対痛い。絶対痛いこれは。血出ちゃう。ね、そうなる、それはそうなる。おお。いやー。痛かった、今口割れるよ頭。けけ。いい顔、いい顔してんな有田。うわぁ、うわぁ、おぉ来た、アルゼンチンだ。おぉ顔つられちゃった、びっくりした。よかった、先輩超えじゃん。うん、ということで11分32秒アルゼンチンバックブリーカーで有田姫香選手の勝利です。はい、すっげえ目が見開いてる、ね、目落ちそう、目眼球落ちちゃう、目が落ちそう。アルゼンチンバックブリーカーでゲームアップ勝ち、あんま、初勝利なのかな、初勝利ではない、荒れてる、ヤコが、どうしたどうした、ヤコが荒れてる、やだやだやだ、ヤコが荒れてる、首痛い首痛い、山下遅い出てくるな終わったのに出てきちゃった、荒れてた、突っかかるならフェアリーちゃんだよねあ、だからなのね、だから秋山さんに2位を全日応援。ああ。これで三本。はい、今三本目が終わって、四本目が小林加穂バーサスアスカ。てててててててって言ってる。あ、そうそうだ。これは小林加穂。はい。ヤングパイセン、あ、ヤングパイセンお久しぶりです。おーおーだから。あの、かほちゃんは昔ウェーブ所属だったんでね。ああ。なので、お久しぶりですっていう。で、これがアスカですね。アスカ、髪のボリューム、やばくない？カツラみたいだよ。ボリューム。ボリュームやばいよ。痛みすぎてる。え、そうなの？そうだよ。痛んでっかかってなんだよ。へぇ。私、痛んでないからしよう。あ、そうなの？10分一本勝負。そう、ライオンみたい。このシングルって珍しいのかね。あ、ウェーブ行った時もあんまりね、なかったっぽいよね。あったの、アスカ白くてカオちゃん黒いな。おお。おお。シャンプー変えた方がいいと思います。飛ぶの？一時期より体絞ったね、飛ぶの？しないよ。
き石ころかぶれてんな。吹いてるわ吹いてるわ、メキシコの風。ちょっとしてますね。尻ペンペンの。二人とも緑ね、緑黒ね。あ、そうだね。身長伸びてるよね、アスカ。伸びてる、伸びてるよ。ね。175くらいある今。どうだろう。4って言ったかな。よくわからないんだけど。いや最初より確実に伸びてる。うん。どこまで伸びるかな。うん。せっかくだから180くらいまで伸びてほしいよね。うん。あれはさ、遺伝子なのかな、身長どんぐらい伸びるって。そうだよ。うん、なんかお父さんの身長足すお母さんの身長をかける、うん、あ、じゃあ、そう、かける 0. いくつのプラスマイナス10センチ以内みたいなのがあるんだって、それがかけるの数字が、うん、女の場合と男の場合で違うんだ。でそれで計算してみたら、もうその数字が150度で平均、そこから本当はプラス10センチいくこともできたけど、マイナス10センチいくこともできたけど、ぴったりだった。水波はお父さんとお母さん身長高い、高くない、うん、お父さん何センチ、わかんない、もはやわかんない、もはやわかんないって感じ。カホちゃん、先っぽだけなんかちょっと決して根元が黒く伸びてるわけじゃないの、カホちゃん。いやいや、根元伸びただけでしょあれ。あ、そうなの。これからわけじゃなくて、うん、多分傷んでるから、うん、プリンをまた染めちゃうと、うん、ずっと広がっちゃう。一回真っさらな髪にしたいんじゃない。あ、切って、そうそう、あなるほど、ある程度まで伸ばして。あ、なるほどなるほど、だと思う。こういうやつなのかな。すごい痛んでるもん、カボちゃんの痛みくらい。本当に、あーあーあーあああ、モザイクでしょ、ちょっと。今のダメだよ。あーちょっと、いやーひどい、やめよう、やめよう、こういうの一番嫌だ。あー蹴られた、あ蹴られる前に蹴られたって言ったし。カルシウムはダメなんだよね、身長伸びなくなるんだよ。あ、そうなの。そう、骨強くしちゃうから、ちょっと柔軟性があって伸びるはずの骨は硬くしちゃうから伸びにくくなるんで。だからなんちゃらっていう栄養を取ってればいいんだけど忘れちゃった。肝心な、うん、菓子パン食べたらね、身長は伸びないけどおっぱい大きくなります。え、そうなの。そう、あ、おー、あと豆乳ね、豆乳おっぱい大きくなったら本当に。へえ、うん、大人になってから豆乳飲み始めて、わーい、わーい、うわ、行くの。すげえ、すげえ、今のやるわ。いや、水なみなみだよ今の。いや、私じゃない、私よりもね。ああすごいよ、踊り具合すげえ。顔のデカさの違いやばくない。すごいな今の、もう一回リプレイで見たい。もう
回リプレイで見たい。ねえ。おお。ちょっと後楽園ホールでもやってほしいね。ねえ。もう飛ぶことよりもフェイントで今の踊りを期待したいよね。すげえ。かほちゃん、アスカのあの踊りでアスカ優勢か踊ってるからだよ。ちょっとまた流れはかほちゃんに行きつつあるな。先生、でもこの時点でね、レジーナ挑戦決まってるんで、アスカ負けてらんないでしょ。バック取った時の、ああ、上に出てる感じ。知らない。おお。もうでも結構時間ないんだっけこれ。そうね、10分1本勝負だから。いるんだろうね。ああ。いいなトランスキック。無理無理、足短かった。届かない。見て、何？そんなんやってた？うわーい。ああ一分だって。うわ。一分だって。勝て勝て勝て。おーい。おお。ちょっと柔らかいよね。柔らかいよね。確か柔らかかったよ、ね。すごい。おーい。何？どう？30秒。30秒。30秒いけ。いけ、決めろ、時間ない、ベロ出してる場合じゃない。いけ。あ、うわーい。残り10秒。いけ。うわー、すげー。残り10秒、早く。次。いけ。ということで、はい、アスカ対小林カホ10分ドローです。アスカのジャーマンすごいよね。私も大阪で受けたんだけど、もうなんかすごいダメージがそうですか、ドーンってなって、そうってなって、結構さ、もうずっと動いてる感じだったね。なんか絞り技とかなく、若いなって言おうと思ったけど、かほちゃん意外と26とかなんだよね。あ、そうなんだ。そう、26、26かな。うちらより若いじゃん。まあね、
足ちょろっと出しただけで当たる、ね、足よ、足癖悪いな。ちょっとでも、もう続きを見てみたいけどね、決着を見たいですね。はい、今が第4試合ですね。セミファイナルでした。はい、次いよいよメインです。メインメインイベント、はい、ヤングスクランブル王6人タグマッチ30分3本勝負。長間広江、佐野倉凛、高瀬美由紀バサス、桃の美桜、関口かける、ジュリア。桃のではないじゃん。一人目以上。ああ、そうだ。だっけ。そうかも。じゃあ。ジュリアじゃん、一般的に。そう、私、放送できるけど、ね、分かんない。ほら、ジュリアだ。さ、シルエットがさ、ちょっとあの、目方の巨人みたいな。目型ね。目型って何だよ。ジュリアのコスチュームも着てみたいな。え、あーでも曲流れないんだ。そうだよ、え、そこはでもタック友情でしょ。これが関口かけるです。あ、ショーと書いてかけると呼びます。はい、初めての人だ。あ、ジュリアもだから初めてか、うん、ヤング、うん、ジュリアの腰もかっこいい。え、そこタックだっけ。タックヌルじゃない、これ。桃のです。水地さん、水地さん。桃の天然水じゃない、あれ。水地さん、桃なんじゃない、桃なんじゃない。地さんだよ、水。でも色はすか。さて、あ、あ来たよ。あ、来た。あー、曲が流れないのが。ね。あー、曲が流れないのがな。サビ？これやりたいの、これ。はい、ね、あ、この歌です、この歌。流れないから、ちょっと、ね、ちょっと歌っちゃったね。熱い。あの、縦にくるくるするのを、ね、うん、やりたいな。この斜めにね。そう。やりたいね。うん、はい、門倉凛です。アイスチャンネルで兄貴が女子トイレ入れるのか話題になってましたって。なんで話題になるの。そっか、アイスの音をかぶってたから、ちょっとお客さん少なかったもんね。あ、そうなの。うん、変なものでも食ったのってうちは言ってるのかな。あ、で、仲間ね。なんか仲間でかいね。仲間、なんか仲間でかい、横に。身長は角からの方がでかいのかな。どんぐりの背比べじゃない。まあね、本物だけ特別小さい。そうだね。長間テクニは予防ですね。だいぶ先輩なんじゃない、この中の先輩。かぁかぁかね。カラスいた今。かね、かぁ。
か始まりというか、うん、それがなんかすごい印象に残ってるんですね、うん、さっきのアスカとハラちゃんのシングルな感じが、うん、なんだろう、この感じはちょっと女子っぽいっていうか、はい、さあ明るい感じが、はい、タイミングずれまくってんな。で元気がいいからすごく印象に残ってる。テンションとか動かしてるかも。三本勝負だよね。そう、三本勝負。二本選手したら終わるからね。え、そうなの？そうだ。あ、そう。だって二本勝って決着ついてるのもう一試合だけど。まず髪の毛を切ろう。ね。ちょっと。じゃあ私ホールまでに直してこなかったら怒るよ。最近ボッサボサだから。うん、長浜と高瀬がね、今勝ってくるんだよね。この赤い子とオレンジの長浜とウェーブだよね。そうそうそう、うん、で、この今高瀬とこの関口って子は同じ、うん、そうね、ドレスがあるじゃん。うわー、痛い痛い痛い、こっち引っ張ったら痛い痛い痛い。あ、より痛い、より痛い。おお、高瀬がさ、うん、大阪出身じゃん。うん、なんだけどさ、高瀬の関西弁そっぽいなと思っちゃうけど。なんでよ。なんか試合中に出る関西弁がなんだろう、きつくない。へえ、なんとかやろうみたいな。可愛らしすぎて嘘っぽく聞こえちゃう。エセ関西弁に聞こえちゃう。空も綺麗な。高いね、アベレージ。ほら、この二人も会おうじゃん。あ、そうですね。何リンちゃん？角倉。あ、そうです。もうあれ、コッシュも変えて、あ、変えたね。関口はオズで、カオちゃんの中で、そうですね、ミッション系、MK4、5なんじゃないっけ、木月さん。そうら終わりのトークの時にいなくなっちゃう。今だったらほらワイプをもう一回ね挑戦してくれる。ああうわーうわーひどい。おーおーおーいけー、長浜負けんな。ちょっと一人になっちゃいましたけど、手振ってる。手振ってた今。どういう手振ったんだろう。ジュリアって子は確かハーフ、あれハーフでしたよね。ハーフっぽくなかったでしたっけ。すいません、自分も曖昧な情報で言ってしまってて。いやでもこれハーフっぽいもんか。うわー、長浜が飛んできた。あ、そうそうそう、イタリアの、そうだそうだ。ありがとうございます皆様。ここで長浜は門倉にチェンジで、あ、この2人も戦ったことあんのかな。
ていけ。わあ、すかされた。さあ、どうすんだろう。千葉とイタリアンか。ね、そうだよね。ゴール。やーい。やーい。あ、初顔合わせなんだ、これ。ここ誰と？こっち。チェッテ。チェッテ行っちゃった。チェッテ誰？ジュリア。ジュリアとカウト。まあ、そう。あじゃあ、あの、なんか、山下のファンだったんやねって。誰が？ジュリアちゃん。へぇー。水波のでしょ。水波のでしょ。あ、なんか写真撮ったことあるよ。ね、あの、ファン時代のね、ジュリアが。なんで？なんでいきなり思ったからだってどうしたんですか？何に対して？おーい。この二人もね、同じ所属だからね、同じ人。そうだ、しないしない。マーベラスで同じ所属なので、ライバル関係でしょうね。で、この間は勝ったんだよね、カロプラがね。シングルで？いや、マーベラスのボール。あー、はいはいはい。あれ、うん、その前も両あのあそうそう勝ったんだよね。勝ってた勝ってた。もうのはねもうどこで見てもなんか元気だよね。元気。とても二十歳には見えない時って。元気じゃない時ないのか。ないね。逆にね逆にね。見てみたいよね。すごい暗い時とかないのかね。隅っこで正座してるの、ね、おねえ、ね、こういう淡い感じのヤングだよね。無理ね。3人で攻撃しようって思って3人で攻撃しないと流れは持ってきないと思ったもん。どこ誰？おい高瀬出てきた。年齢不詳の高瀬来た。もうちょっとが一番嫌い。そうなるわね。モモノと長浜はこの中なので、モモノと長浜と門倉。あ、じゃあ長浜はあれだけど、門倉もどうか。ね、うん、で、長浜の方がいいでしょ。そうか、里村さん。赤のこと里村さん言ってるのね。おーおーおーお、飾りだぜ。痛いやつ。痛いよねこれ。私やったことないけど。うおーい。まだあれだよね、一本決まってない。決まってないよね。私が。あ、決まってない。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 さあ再びアクトレスガールズ対決。マーキノさん。おお、ね、そっかそっか、同じチームだからね。そうだね。あー、まあ、出てきた。そういうとこあるよね。そこでモモノなんだ。出てきた。さあスラムで投げようとしてるのか。おお逆に、あおお、丸め込み入ろうとしたのかな。あーでも逆に投げたのね。おお、グーパッチ気味に入りましたね。さあどうすんだ。おお来た、ヘッドバット。
おお。それを、あー、書いてた。あー、あーい。10分11秒。かけらほま。かけらほま。かけらほまで、関口海選手の勝利ですね。1本目は、お好みを。関口かけるジュニア組に入ります。とりあえず1本ね。はいはい。あと2本ある。でもう1個青コーナーが勝てば、そう、もうそれで終わりと。なるほど。金星なの。金星なの。今度はそのアクトレスガールズでの2人の関係がね。さあ、2本目始まりました。どうする？おお。それは狙ってくるよね、あと1本勝てば、ね、もうあるんだもんね。 いけ髪サラサラだね、高瀬。あー、また出てきた、モモの。よう出てくるわ。さっきもこれで流れ変えたかんね、モモので。食べちゃうのかしら。さあ、どうするの。おいおいおい、さあどうするの。あー、どうするの。抑えろ抑えろ、勝ち抑えろ。どうすんの。あーい、強引に強引に抑えたね、今ね。強引に抑えたね。強引でしたね。高瀬なんかシャンプーの CM とか出てきそうな髪だよ。椿とか。そうそうそう、てんてんてんみたいなやつでしょ。何それ。音楽で。じゃあこれで1対1ね。はい、次で決まるってこと。じゃあ次勝った方が勝ち。再びこの高瀬と関口始まるのか。から始まりますね。はいはい。さあどうすんの。おい、今度までだ。うわー、キュッターだ。やった。どうする。うわー、返した。あ、誰もいない、誰もいない、誰もいない。あー、チェンジくチャンスだったんだね。もうラリアット決まったからね。ね、何。おーい、おい、どっち。あー、出てきた、モモの。出てきた MIO ミオ。おっと、そういう感じで来るのか。みんなさ、あげるぞって言わないとあげられないぞ。おい、返した、返した。これは逃したくないよね、顔はね、コーナーは。これはどうするかな、どうするかな。もう来てるね、青コーナーは高瀬未来で行ってるよ。来た、出てきた、MIO、ミオ、ミオ、うちらのマネージャー。さ、うちらも誰かのマネージャーだったかな。誰かのマネというか、まあ、よくあるそうじゃない。そんなことない。フェミリのところをドロップキック。いや、あんなに動いたことはない。あ、出てきた、長浜。うん、うわーい、長浜潰れてんじゃねえよ。私、数えながら走って、10回ロープに背中ついてから。あ、そうなんだ、自分の中では。そう、カセと長浜はタッグ組んでベルトに挑戦。うん、さしたね、したね、したね。取り損ねたからね。
あれこの2人もそんな対戦しなくない？しないでしょうね。ね。出てる主戦場が違うもんね。そうだよね。あ、タッチした今。ね。出てきた。すげえな。動きがやっぱ動くわ。ダモモモも次のホールで、うん、大川さんと組んで、そうね、タッグの回転挑戦するからね。そうね、宮崎さん。宮崎。宮崎引かない、お互い引かない。マーベって略してるんですか？うわーい。罰にかける思いがすごいよね。ナイスショット。キック一発でもこれで仕留めようみたいな気持ちが伝わってくる。やっぱ同期がいるって。同じ団体に同期がいるって大切だよね。仲良くなかったとしても絶対意識するじゃん。うんね。意識をする。お、あ、すごい。やっぱお互い分かって、おお、裏かな。ああ。よし。ああ、まあ、決めろー。うまく流れを持ってきてる。あかん。おーい、さあ。やわらけーな、ロボロボ。いやあ、伸ばすわ、伸ばすわ、伸ばすわ。無理無理無理。いやいやキャーいやー、折れちゃう、折れちゃう。うん、うぃー、ね、30分3本勝負でさ、もし1勝1敗になってさ、最後ドローになってたらさ、決着つかない。そうなんだろうね。
ないで、逃がさないで。あー。元気なのに、ジュリア出てきた。おーおー、画面入らなかったよ。ハーフって知ってた？うん。お前その話したの？うん、はい。でも、確信が持てなくて。なんだそれ。確信が持てなかったの。ハーフっぽい顔してるだけかも、みたいな。なんだっけ、なんかイタリア料理のコックさんだっけとか思って。あ、で、だからハーフだ、イタリアなんかでもワードはあったんだけど、そうね、のイタリアのハーフかイタリア料理のコックさんだったのかどっちだっけみたいな感じまして、でもなんかちょうどいいハーフ側だよね。何ちょうどいいハーフ側なんかあの日本とかけ離れすぎてなくて、あ、今時の美人というか、どっちもなのか。イタリア料理でイタリアのハーフ。え、じゃあイタリア料理できるの？作れるんだ。え、私スパゲッティめっちゃ、ピザめっちゃ好きなんだけど。スパゲッティピザってイタリア？え、じゃないの？分かんない。パスタ、え？おー、足長。足長。美人だから痩せるべきだって。ちょっと笑っちゃった。長野美人かな。でもそれは人の好みっていうか、タイプだからね。かわいい顔だと思うけど、美人だ。美人ってなんか整ってるイメージだよ。整ったか。もう整ってるかっていうのもその人のさじ加減。まあでも、ちゃんこ美味しいらしいよ。イタリアのちゃんこみたいな。食べたいね。おお。はい。さあ、何？誰で？おい。で？キャバクラで働いてたとかっていう人ってさ、その他にもいろいろやったりするよね。あ、そう、好奇心旺盛なんだ。ジュリアちゃんは味噌味というのは、味噌味なんだ。へえ。イタリア風じゃないな。まあまあね、ニンニク食べると2、3日臭いんですよ。口臭がとかじゃなくて、体からニンニクの匂い発するの。本当に。あ、そう、ヘアメイクもね、できるんだよね。すごいね。そうそうそう。すごいじゃん、なんか。なんか、あの、アイスがドレス着てさ、会見したじゃん。その時とかも、いろんな人がやってたよ。すごいね、そこまで行くの。ね。うるせなーとか言ってる。知らないでしょ、この CM。 あー、2人でね、蹴れましたね。おお。さ、もうここ仕留めないと、中浜仕留めて、この負けは許されない今ベチンってされてた。今足ロープしてない。ペチンってされてた。イエイ。おお、何？おい。なんだあの子いいの。なんか狙ってる。なんか、おお。別にニンニクダメなわけじゃないんですけど、うわー、長浜のニンニク臭は
動画すぎるんですよ。長浜行けよー。あーほら返せよ返せ。親父みたいな人がいて今誰どこにいたの。ジュリアは父親がいてるよ。ノイス。ね、言ったの大畑だけなのにさ、私も先輩方って私も入ってんの。水投げは結構厳しいこと言ってっから。私人前でこんな口悪く。私別に口悪くない。口悪い時もっと悪いもん。おわーおー手こずってんな。何あ、バックドロップ。うわぁ、うん、はい、ということでヤングを今の3本勝負は2対1で、はい、3本目が長浜がジュリアで13分35秒バックドップホールドということで、長浜、門倉、高瀬美雪チームの勝利です。はい、2対1でね。2対1で全部止まっちゃいました。最後はバックドロップホールド。そう。はい。ブリッジが。切れるとか、長めも柔らかいけど、もものも柔らかいんだよね。柔らかい人多いよね。ね。現代。病ではないけど現代の子はみんな柔らかいのかな。結構でもこの6人は初めて絡む人たちも多かったりして。そうね、新鮮でしたね、うん、それぞれのなんかシングルとか見てみたよね。そうね、どこが誰と当たってもいいから。そうですね。何みたいな。全選手フェアリーさん、奥に引っ込みましたね。見てみてください。はい、全選手、試合に出た全選手。はい、フェアリーちゃん待ちかしら。だね。あれ、あれ、あー、いたいた、めっちゃ帽子かぶってると分かんないね
カホちゃんもいません。頑張ってね。それで皆さん頑張りましょう。はい、では、最後は一言ずつ何か喋ってちょうだい。ヤリー。フェアリーです。本日ヤングオーオーを卒業させていただきます。本日最後のヤングオーオーなので、私は甲子園の砂を拾って帰りたいと思います。発売させていただきます。絆が深まったと思います。なのでこれからはヤングを卒業してアダルトでも頑張っていきたいと思います。以上フェアリーでした。卒業ってすごい全然実感ないんですけど、一応まだ私は年齢は若いのでまだもうヤングの心を忘れずに、このようにこの3人よりも私は若いのでヤングの心を忘れずにこれからも頑張りたいと思いますので応援お願いします。ありがとうございました。私、自分の出身の団体がなく1年でなくなって、ベイブさんに拾ってもらって、4年間だから、ヤングオーに見続けました。本当に4年間皆さん応援してくださってありがとうございました。6年目、もう私はちょっと一足先に6年目に今もう突入してるんですけれども、6年目からはもっともっと飛躍できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてヤングオーオーが本当にわらびとかでずっとやってて、本当にこうなんか若手ならではのこうなんか不思議なこう噛み合わなさが売りだとガムさんが言ってて、本当にガムさんニコニコしたんですが、本当に今日までずっと笑えないものでしたよね。そんなヤングオーオーなんですけど、まだまだ続くと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。若い若いって言うけど、この中で一番若いの誰か知ってる？一番老け顔のパスカです。まだ19歳です。はい、じゃあ抜ける人からしてヤングオーを締めてください。その後、帽子の発表があります。若々しくね、若々しく。山下が仕切ってる。素晴らしい。なんでちゃんちゃんしか言わない。目線入っちゃった。目線どうしたどうした。大丈夫。死んじゃう。お前はい、というわけでこれ全選手か、7月31日に行われたはいヤングオー新競馬大会をご覧いただきました。はい、
はい、はい、あ、トランキューはい、はい、いかがでしたでしょうか。ね、もうやっぱでもアスカのあの踊りがねすごかったね。すごいね、あんな自信満々に踊れる19歳いないよ、堂々と。あ、誰の影響を受けたんだろうね。わかんない、なんか海外じゃない。そうだよね、もう海外、キャッキャ、海外っぽいよね、あれ海外っぽい、はい、あれ忘れられない、うん、強いんだろう、また切り取ってツイッターにアップしたいぐらいはい、じゃあなんか8月19日について語る、語るって言ってもさ、ここシングルじゃん、うんうん、なんか試合の意気込みとかも言いにくいよね。言いにくいっていうか、まあ、ツイッターとかブログでお互い書いてるしね。そうねまあでもなんかそう、引退発表してさ、うん、引退決まったって言ったらさ、なんかね、あんまり良くない意見とかもあったりして、うん、引退決まってるんだったらその興味なくす人とかいるみたいで、うん、それがよく分かんなくて、だって別に怪我で引退するわけじゃないし、うん、私の中で今が自分の全盛期だと思うから、うん、そのこう来てる、ここでやめたいと、こうなる前にやめたいと思ってるからやめるわけで、だから別に勝ち負けこだわりますよ私は。いい試合にしようとかじゃなくて、やっぱり勝ちたいからプロレスやってんじゃん、うん、楽しければいいみたいな、勝ち負けこだわらないみたいな、もう嘘だよ。じゃあ試合する必要ないじゃん、別に何分一本勝負とかじゃなくてエキシビションばっかりやってればいい話だって。私は勝ちます、勝ちに行きます、うん、だし別にこの2人だったらいい試合にしようとか思わなくてもお互いの感情がぶつかり合うので、いい試合になることは必須、必死、必須、必死なんで、ああもちろんです、息吹の頃からありがとうございます。勝ち気なまんまです、そんなね、引退決まったからってね、トゲが抜けるような大型じゃないんですよ。トゲが抜けるっていうのなんか初めて聞いた、なんで初めて聞いたぞ、トゲが抜けるとか言わない。はい、みざみさんは、あー、まあなんかでもお金払って見に来てくれてるのはお客さんだし、見られてなんぼの競技だと思うから、見方なんて人それぞれだから、必ず今言ったみたいに引退決まったから興味なくなったっていう人ももちろん全然いて、いろんな人がいていいと思うから、そこに関しては別に思わない。お客さんの見方のに関してはいろんな見方があるから、いろんな意見もあるとしか思えないから、うん、そこに関して特に別にそこに関してじゃなくて試合に関して思わないのと、まあ試合はね、まあこう見えて私も結構私のことよく知らない人は優しいよねとか控えめだよねとか、いろいろそのいいようなこと言ってくれるんだけど、こう見えてすごい頑固で負けず嫌いだったり、自分で言うのもあんだけどして、んで特に同期と言われる人には絶対、まあ、私と大畑以外にも同期と言われる人は何人かいるんだけど、そこに関しては絶対負けたくないし、それはオリジナリティもそうだし勝負もそうだし全てにおいて絶対負けたくないっていうものは自分は必ずあるんで、まあ大畑が言ったみたいに私もそれなんならそれ以上の気持ちが私の方が強いって思うぐらいなんで、まあ今こういう感じで普通にタッグ組んで普通なんかいがみ合ってるわけじゃないから、タッグ組んでアビリバとして試合をする時もあるし、こうやってニコプロで一緒に解説することもあるけど、じゃあ勝負としてリングに上がってシングルで1対1で向き合ったらそれはそれでまた違う
話だから、お互い絶対譲らないし、なんなら私は絶対譲らないから、勝つことに関しては。で、引退ロードで一発目ってことで、まあ、別に、こっちとしては、まあ、引退発表を大畑がして、確かにいろんな相談とかも受けて、で、それなりに自分の答えを出して、そこに関しては信頼関係があるから、お互いの意見を言ったりしてっていう関係ではあるけれども、いざその引退発表しましたってなった時に、やっぱりいろんなことがあった分、いろんな意味で、いろんな感情もあって、それは胸いっぱいに なったり、寂しいなって思いももちろんあるけど、でもそれで終わってたら、別に対戦しなくてもいいと思うんですよね、うん、次のシングルなんて特に。だからそんな感じは別にいらないと思ってるんで、だし私たちアビトリバルでタッグ組んでる時にそういう組みながらもお互い組みながらもお互い勝負してるんで、仲間でやってもそういう勝つとかそういうとこの勝負にお互いの妥協は常にないし、それが今度シングルでやるだけできっちり決めに行こうとは思ってるんで、まあ勝つのは私だと思ってますけど、ええ、私の責任。はい、何を取ったんだっけ。あ、26日のアイスボーイ行くわ。そう、分かってほしい。あ、そう、私に喋らせると長いですか。そうね、大嫌いだったもんね、昔ね。あ、ガイアから見てるんだ。そういうなかなか、ガイアででもそんな喋ったことないですけどね。そんな新人時代からなかなか喋ってたのかなと思って。そんな時間もなかったですけどね、ガイアの時なんて。試合は15分一本勝負です、この日は。コラクエホールはアビルバもね、終わっちゃいますね、12月29日に。明日休みだし、たくさんこの方が休みなのかな。なのかな。ちょっと私たちは終電とかもね、電車もあるんで帰りますけど、はい、じゃあそんな8月19日、あ、ちなみにね、あれですよね、目覚めガイア出身で、ガイア最後の新人、はい、私 JD スター出身で、JD スター最後の新人なんで、で、飯田がネオ最後の新人ね、あ、だったんだよね、最後シリーズ、そうそう、最後、最後の人たちね、集まって。じゃあ8月19日のおさらいいきますか。はい、もう一回カードを。カードレジーナ・ディ・ウェーブのウェーブ日系シングル選手権、王者いろはたくみ VS 挑戦者アスカ、デュアルショックウェーブウェーブ認定タッグ選手権試合、王者、宮崎ゆき&野崎渚 VS 大岡由美&桃野美代、メモリアルウェーブ大畑美咲引退ロード15分一本勝負、大畑美咲 VS 水上亮、うん、メンズウェーブ後藤圭介 VS 新井健一郎、ヤングウェーブ長浜博恵高瀬美幸 VS 青木月新藤美琴、パワーウェーブ山下里奈 VS 柊くるみ、マジカルウェーブフェアリー日本橋チェリー VS 旧姓広田さくら有田姫香です、はい、となっております。はい、でですね、SSRS 席が完売、レディースシートも完売となっております。はい、ので SRS スーパーシート RS 指定 A、B とまだございます。はい、当日は1000円アップになっちゃうので、はい、今のうちに今日明日中に予約をしていただけたらと思います。うんうん、お昼の11時会場で、はい、11時45分から、開始です。はい、その前に10時45分からですね、はい、チケットの先行発売をがあります。はい、私の引退試合、引退興行、引退試合興行のチケットも発売しますので、そこでぜひゲットしていただけたらと、うん、もう今の時点でファンクラブ会員の人は、うん、その事務所にメールを送っていただけたらチケット取れますので、で、そんな予約がちらほら来てますので、ぜひ早めにチケットをゲットして、うん、私は安心させてください。よろしくお願いします。はい、で、11時からは飯田美香のサイン会、DVD サイン会もあるので、よろしくお願いします。はい、なんつってもアニバーサリオなんでね、めでたい
って意味だよね、きっと。アニバーサリー、アニバーサリーのスペイン語とかだよね。そう、そうだ。明日から、私明日からって言った、明日、明後日、なんか、うん、明日ってか、あ、よくわかんないです、はい、はい、なんで、めでたいんで、いろいろお祝いしに来てる。あ、ウェーブの周年ともだし、大岡さんの周年でしょ、うん、あと、アスカの周年でもある。そうだね、そう、はいはいはい、はい、いろいろ重なってんのね、めでたいがね。はい、大阪、名古屋はいつ来るの？名古屋は9月30。はい。大阪も、来月？来月の、9月の、9月の、28。ね。そうだそうだ。はい。はい、そうです。そうだよね。うん。はい。待ってます。っていう感じなんで。はい。ぜひぜひ。まずは8月、あさっての8月19日は、後楽園でお待ちしておりますので、はい、ちょっとでも行けそうって人がいたら、ぜひ、後楽園でお待ちしてます。はい、一番安いチケット3000円というのがございますので。はい。お願いします。お願いします。よし。じゃあ、終わりますか。はい。アニバーサリオ8月19日はアニバーサリオ、なんで両手、うん、はい、いいよそれってことで、じゃあテレビのテレビかパソコンの前でね、皆さんは私が8月19日はって言うので、はい、一緒にアニバーサリオで終わりましょう、はい、きっと言ってくれてるはず。それでは行きます。8月19日はアニバーサリオ、後楽園でお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。